こんにちは、リョーコバーバです。今日はすごく朝から天気が良くてですね、朝早くからもう洗濯物終わって今動画撮ってるんですけど、秋晴れでもなんか外に出ると暑いですね。今日は久しぶりのお天気で気持ちはいいんですけどね、外は暑いですよまだ。で今日はですね、この間から編んでる三角ストールですけど、こんな風に色が出てきました。でこの間はここぐらいまで編んでたんですけど、その後何段か編んでこんな感じの色が出てきました。でも今日はね、編み物 の動画ではないんですよね。ちょっと私のことでお話したいなと思って、私の病気のことや車椅子でも快適に暮らしている、我が家の間取りなどをねおしゃべりしたいと思います。私の病気はですね、ちょっと聞き慣れないという病気だと思います。ですね、 HTV1 関連脊髄症という病気なんですよ。ハムという病気なんですよね。いわゆる略称してハムという病気なんですよね。これは指定難病なんです、国指定の。それでまさかね、私がこんな病気になるとか思いもしなかったんですけど、なんか全国で3000人ぐらいが発症してるそうなんですよ。この病気は神経の細胞が傷つけられて足が動かなくなったり、いろいろと症状が出る病気なんですよね。で、なんで私がこの病気に なったというか、分かったかというとですね、次女を妊娠した時にですね、血液検査がいろいろあるんですよね。それでこのハムの検査があったんですけど、そのハムの検査で陽性反応が出たんですよ。と思って、いや先生どんなしたらいいのかなと思って先生に、婦人科の先生にね尋ねたんですけど、普通症状が陽性反応が出ても症状が出ない人の方が多くて、母乳をあげてもいいですよみたいなことをおっしゃったんですよね。いやでも陽性反応出てるのにね、母乳あげてもちょっと嫌だなと思って、もしね次女が感染したら大変なことになるし、もうここはもうミルクで育てようということでミルクで育てましたね、次女の場合は。で長女の場合なんですけど、長女は母乳で育てたんですよね。というのも、もう40年前なんですけど、ハムの検査とかその頃はなかったんですよね。だから何も知らずに母乳をあげて、まあ、成長したんですけど、長女は検査で陰性だったんですよ。母乳でも陽性になったり陰性になったり、ちょっとわからないんですよねその辺が。で私も母子感染で母から感染したみたいなんですよね。で昔の人はねみんな母乳ばっかりでね、こんな病気が再発するとか思いもしないじゃないですか。それで私もびっくりして、まあ陽性反応が出たんですけど、なんかねやっぱり次女を産む前40歳ぐらいの時からなんとなく自分でも歩き方がおかしいなと思って整骨院行ったり整形外科行ったりいろいろしてたんですよね、何も分からずに。であんまり良くならないし、で43歳の頃にちょっと杖で歩くようになったんですよね。で杖で歩くようになってまた年を重ねて46歳の頃かな、なんか朝起きたら
立ち上がれないんですよね。結局もうそこから歩くことができなくなったんですよね。それから車椅子生活が始まったんですけど、ちょっとすいません、まだその頃は事情が小さかったので、少女とね、事情は19歳離れてるんですよ。それで小さかったもんだから、保育園の送り迎えとかね、遠足とか、学校の行事とかもね、みんな長女がしてくれたんですよね。もう長女には感謝しかないですけど、すいません。で、その私の病気がですね、合併症で甲状腺が悪くなったり、目の病気で動脈炎という病気になったりするんですよ。で、やっぱり免疫力がね、低下すると発症するみたいで、最近よくね、もう甲状腺の数値が上がったり下がったり、目のブドウ膜炎も再発したり、今も甲状腺の病院は毎月内科検診してるんですよね。お薬もらわないにいかんといかんし、血液も検査せんといかんし、で目の病気もまた違う日赤病院で、やっぱり大きい病院しかですね、見てもらえないんですよね。で、小さい病院に行ったんですけど、日赤に回されて、それからずっと日赤で目の治療はしてるんですけど、やっぱり再発すると、もやがかかったみたいに見えなくなるんですよね。で、それを治療するに目薬を今4種類もらってるんですけど、それを毎日刺しています。だいぶ少しずつ良くはなってるんですよね。だからもう自分の病気とは、もう病気を受け入れてね、生活しないといけないんですよね。もう車椅子、もうずっとそれから車椅子なので、もう主に一日家の中で過ごすじゃないですか。だからね、車椅子でも快適に過ごせる家が欲しかったんですよね。で、今までずっと賃貸に住んでいたんですけどね、なんで賃貸にずっと住んでいたかというと、主人が長男で里に家があるんですよね。だからもう家はいらないと、もう昔から言ってたんですけど、でも里がですね、愛媛県なんですよ。愛媛県でも島なんですよね。だから帰るにしたって、私はちょっと病気持ってるから、なかなかね、帰って島に住むわけはいかないしですね。で、ずっと今まで賃貸に3軒の賃貸に引っ越しながら住んでたんですけど、最初の家はですね、3年間主人と結婚して3年間住んでいました。またその頃はですね、まだ歩いていたし、運転もしていたんですよね、車の運転も。だから普通、ちょっと歩きにくいなと思ってたんですけど、普通に生活がされていたんですけど、その頃に事情が生まれたんですよね、1軒目の家で。で、犬も飼っていたし、だって賃貸とか家、ね、犬とかダメって言われるじゃないですか。それでちょっとバレて、で3年間でそこを引っ越して、2軒目の家は古い家だったんですけど、犬も受け入れすっていうことで、そこにもうちょっと古かったんですけど、
11年間2軒目の家は住んだんですよね。で、次女が1歳から小学校6年生までその2軒目の家に住んでいました。そこを引っ越す理由は家も古かったんですけども、お風呂も古くてヒノキ風呂だったんですよね。で、木がもうほら腐るじゃないですか。だからちょっとなんかお風呂のね底板がちょっとなんか漏れたみたいで、主人がね修理したりしていたんですけど、もうそしたら引っ越そうということ でその2軒目の家はねすぐ海が近くにあるんですよ。砂浜の海がね。だから犬の散歩とか子供をね夏に泳がせたり、もう子供を育てるにはもう良かったんですよね、そこの場所は。だけどお風呂のせいで引っ越すことになったんですけど、でもう中学になるしもう引っ越そうということで3軒目の家に引っ越したんですよね。で、3軒目もなんかもう3人だから狭い部屋でもいいやということで引っ越したんですけど、やっぱりね車足で生活していたら狭い家は生活しづらいんですよね。で、ね、賃貸はどこでももう車足対応してないんで段差があったりゴトンとね段差があったりするから、3軒目の家はそこもちょっと古かったんですけど、主人が私が段差がトントンならんようにちょっと手直ししたり、とにかく扉はもう取り払っていつも開け閉めせんといかんから取り払って生活するようにしていたんですけど、やっぱり私がね何かもそういうので犬も飼っているしね、でそこも内緒で飼ってたんですけど大家さんにバレて、で話したら自分とこも大家さんも犬飼っていた経験があるからもう仕方ないねみたいな感じでおっしゃったんで、3軒目の家は7年間住みました。でやっぱりね借家で車椅子でってちょっとなかなか辛いもんがあるんですよね。ストレスも感じるし、それで主人は家はいらないと言ってたんですけど、私がもう毎日パソコン開いて不動産屋のねずっと物件をずっと、もう私たちもね年取ってるから新築とかはもう建ててもどうしようもないから、もう中古でいいねって言って中古をずっと探してたんですよね。そしたらこの家が見つかって内覧に来たら、まあ車椅子対応じゃないんですけど間取りも、まあ、広くて3人で住むにはもう広すぎるぐらいの広さがあったんで、ああここだったら私もいいかなと思って、そして車椅子でも生活できるようにリフォ入る前にねリフォームしたりして今住んでるんですけどね、やっぱりリビングから廊下に出るときにちょっと段差があってガタンってなるから、そこを廊下を結局リビングの高さに張り替えたり、なんか どこかが良かったらまたどこかが悪いって、リビングのね廊下の段差をなくして廊下の高さをちょっと上げたら和室に行く和室の部屋に行くとこが段差になってとかあるんですよね。だからそこを大工さんに廊下から和室に行くときはちょっとスロープみたいにちょっとだけしてもらったりして、しやすい生活しやすいようにしてもらったんですよね。トイレのドアもですね
今までついていたドアはあの縦長というかな、もうあのドアから便座までの距離がちょっとあったんで、横にあの便座側に、便座に近い方にまたあのドアをつけてもらったりしてですね、いろいろあの変えたんですよね。で、洗面台もあの鏡とか、普通あの洗面所に鏡があって洗面台があって、下に収納を入れる場所があるじゃないですか。一般的なあの洗面台ですね、あの据えつける、それが置いてあったんですけど、ちょっとね洗面所が狭かったから、あのそれも抜けてしまって、抜けてもらってから、あの私が車椅子でも入れるように、あの収納なしの、もう洗面台の下がパイプが見えますよね、そのもう見える状態で作ってもらったんですよね、ちょっとおしゃれに。それとかあの、まあ、いろいろちょこちょこ取り替えたり、流し台を取り替えたりですね、いろいろしたんですよね。やっぱりあの家電もね、引っ越すときに掃除機もあのコードがあるじゃないですか。もうそれをあの車椅子乗りながら掃除するのも大変ですし、あのコードに引っかかったり、もう本当時間かかりすぎるんですよね、掃除とかするときも。で、冷蔵庫も今まであったの使えるんですけど、あのもう高いとこは私全然取れないから、もう立ち上がってもね、数秒でも座り込むぐらいの、あのもう足の力がないからですね、冷蔵庫ももう処分して低めの冷蔵庫を買ったんですよね。そしたらあの私でも上の方でも低めでも取れるようになったんですけど、から洗濯機もねまだ使えたのに、あのドラム式に変えたんです。ドラム式だったらあの、ね、横からパッと開けて取れるじゃないですか。前から欲しかったんですけどね、あの今までのはね上からカパッと蓋開けて洗濯物を取るみたいな感じだったんですけど、ドラム式に変えてもらいました。やっぱりね、なんか車椅子でね生活していても主婦だから、いろんなね家のことしないといけないじゃないですか。それであのもうこの際引っ越しと同時に家電も買い替えたりして、やっぱりね車椅子だったらお金もかかるんですよね。だからあの私が生活しやすいようにしてくれたんですよね。これがですね、うちのあの大体の図なんですよね。なんかこんな下手な図で申し訳ないんですけど、ちょっとご紹介しますね。で、こっちが道路側なんですよね。で、ここにあの軽自動車が2台ぐらい止められるのかな。なんか敷地いっぱいいっぱいこの家建ってるんですよ。それであの目の前は開けていいんですけど、こっちの両隣に家があるんですけど、もうほんと屋根と屋根がね、あのこう屋根の瓦がこうくっついてるような感じ、隣同士がえらいくっついてるんですよね。昔はね、あの今はね建蔽率とかあって、そんなあのキツキツに建てられないじゃないですか。昔はね良かったんでしょうね、そういうので。でも隣同士がほんとくっついてるんですよ。でも前とこう後ろは開けてるんですよね。道路の前が県営住宅で、県営アパートで、こっちの裏の方もあの市営アパートなんですよ。で、市営アパートの空間が結構残ってるんで、あの圧迫感はないんですよね。それであのリビングがこうもう
私はここであの撮影してるんですけど、この部分 で日差しも明るいしですね、電気もつけなくて撮影できるから、あの動画撮影してるんですけど、でここでほとんど過ごしてるんですよね。でここに隣にキッチンがあって、あの最初入った時はあのキッチンから洗面所に行けて、ここの廊下からも洗面所に行けるんですよ。こうと洗面所を通り抜けて玄関の方にこう行けるんですよね、キッチンから玄関の方に。で最初引っ越してきた時にここの幅が狭くて車椅子が通れなかったんですよ。こっちはあの廊下からこう直角にこう曲がって入るからドアを広めてもらったんですよね、リフォームの時に。だけどこっちもちょっとどうかしてください言ったら、柱の関係でできないと言われたんですよね、ここが。でもね、洗濯物取ってあの洗面所行くのに不便じゃないですか、お風呂に行くにも不便だし、はどうしようと思って、でも半年間は我慢したんですよね。してあのなんかちょっと用事があるときはキッチンに寄って、洗面所に行くときはこんな回ってこう入ってたんですけど、あのここをあのだからこの時にあの大工さんに、違う大工さんに、こっちの柱をですね、ほんと1センチぐらいなんですよね、通れないのが。であのちょっとどうかならんかなって言ってお願いしたら、途中まで柱を1センチ削りましょうということで、大掛かりなことしないでずっと大工さんが削ってくれたんですよ、下から途中まで。そしたら車椅子がこう通れるようになって、これだけでもね、あのストレス解消なんですよね。いつもこう遠回りでこう入ってたから。そしてキッチン の, あの流し台も来た当初はあの据え付けてあったんですけど、まあ、変える必要はなかったんですよね、本当。まだ立派にしてたから収納もたくさん入って、だけど今までずっと車椅子生活していて、毎日キッチン立つじゃないですか、ね、あのご飯作ったりせんといかんから。それであのいつもこう流し台に平行に車椅子を向けて、私が体を90度に曲げて横向き で作業してたんですよね。でそれ意外と苦痛というかきついんですよね。でまっすぐこうそういう流し台はあの奥行きがないから足が入らないじゃないですか。だからあのまっすぐ作業できないんですよ、流し台から離れるんですよね、足とかあるから使えて。だからもう主人がね、あの流し台ももう半年た入居して半年くらいであの毎日ねキッチン立つから、あの私のしやすいようにしようかということで、まだあのもったいなかったんですけど、あの車椅子用の流し台に変えたんですよね。であの今はもうだから流し台に向かってまっすぐあの奥行きがあるから車椅子も入りますよね。だからまっすぐ向いてあの炊事してるんですけど、本当便利になりました。そこでいろいろあの主人にもしてもらって助かってます。で日当たりがいいからですね、やっぱり干し物したいですよね、洗濯物とかお布団干しとか。で2階にあの2階にベランダがあるんですけど、このリビングの上に2階で、あのベランダが本当日差しがいいんですよね。だけど私階段登れないじゃないですか。だからあの主人が家にいるときはね、ちょっとあの布団干してとか頼むんですけど、もうそれができたら最高なんですけどね。で2階はね、娘がいたときは娘が使ってたんですけど、もうそれもできないしですね、快適に暮らしてるんですけど、やっぱりねなんかちょこちょこ不便もありますけどね。でうちの家はあのコの字型になってるんですよ。でここがあの中庭だったんですよね。であのここに引っ越してくる前は
あのここに灯籠が立ってたんですよ。あの年取ってる方があの住んであったみたいで、昔の方ですよね。で灯籠があったから、うわこんなんいらんねえって言って、灯籠も処分して、ここにあの庭があってもねもったいないなと思って、主人が引っ越してくる前にですね、ホームセンターで材料を買って、私がキッチンからこう出られるようにこう木でデッキみたいにこう作ってくれたんですよ。そしてここに今犬小屋があるんですけど、で犬ももうあの繋がないで、首輪も外して、家の中にいる時はですね首輪外してあのここで過ごしてるんですよね、誰もいない時は。でいつもここからこうあの透明なサッシなもんだから、ここからいつも家の中を見てるんですよ。座ったり伏せしたりして、で昼間犬と一緒の時はもう二人でおやつあげたりしてここで過ごしてるんですよね。こんな感じであの欲しかったあの中古物件ですけど、うん、やっぱり車椅子ではねちょっと借家は辛いもんがあったから、私がずっとパソコン見てあの検索して、ほんとパソコンとにらめっこしてた時に、主人もやっぱり思ったんでしょうね。でも思ったらすぐ行動してくれたんですよね。ちょっと今から不動産屋行ってくるからって言って、見て行って話して、その日の夕方にあのこの物件を見に来て、もうバタバタと決まったんですよね。で2年、もう住んで2年半になりますけど、車椅子でこの家で楽しく過ごしてるんです。今でも主人に本当感謝ですね。で子供たちにもねいろいろしてもらってるから、子供たちにも感謝しています。で最後にあの私がいつも思っていることはですね、あの車椅子でもできることは自分でやるということですね。できることでもあのちょっと人に頼んだりしたら、まあ、もうそれもいいんでしょうけど、もっとは自分でできることは必ず自分でするということをあの心がけています。リハビリになりますからね、立ち上がったり動いたり、歩きはしないですけど、自分のリハビリと思って掃除かけたり、あの片付け物したりね、この我が家で毎日楽しく暮らしています。そして明るいこのここで編み物はこっちのテレビの部屋でするんですけど、動画撮影はこっちで明るいとこで動画撮影しています。だから毎日が、外に出なくても毎日楽しく生活しているということをちょっと発信したかったので動画にしました。素敵な動画でね、まとまりのない話でしたけど、またこういう病気もあるんですということをね発信したかったんですよね。最後までお時間を割いていただきありがとうございました。また次からは編み物の動画をアップしたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。